クタイ市は、ジョージア西部、イメレテ州の中心都市。リオに川の下半に広がる。人口は、約14万7635人。ロシア語ではかつてと表記されていた。旧ソビエト連邦時代には、ジョージア第二の工業都市として、自動車工場などが有名であった。首都トビリ市から221キロメートル。国会の所在地。古代ギリシアの、 アルゴナウ対物語で知られるコルキス王国の首都であった。975年から1122年までグルジア王国の首都。また、15世紀以降はイメルティ王国の首都でもあった。1810年にロシア帝国に併合された。街を見下ろす丘に立つバグラキ大聖堂や近郊のゲラティ修道院が有名。この二つはユネスコの世界遺産に登録されている。 1840年に開設された区体誌のギムナジウムは、言語学者ニコライ・マルヤ、心理学者ディミトリ・ウズナゼ、詩人ウラジー・ミル・マヤコフスキー、グリゴル・ロバキゼ、政治家ニノブルジャ・ナゼラを輩出している。グルジアにおけるアバンギャルド運動の中核を担ったグループ、青い角が1916年に結成され、30年代まで活動を続けていた。2012年に、 ジョージア議会議事堂が飛びりしより移転してきた。欠片の気候区分では温暖湿潤気候であり、年間を通して降水量が多い。平均気温の水位は日本の団地とほぼ同程度であるが、冬季の降水量は多く晴れ間は少ないことと、夏季の気温が低く比較的涼しいことが相違点として挙げられる。しかし夏季は比較的気温が上がり、 摂氏30度以上まで上がる日も多い。ありがとうございます。